Generally speaking, this painting is supposed to be titled Expulsion from Paradise. But is this explanation really correct? I, Hiroshi Hayashi, judge that this painting depicts an angel of Lamia, a half-serpent monster, trying to kill King Christ. As proof, have a look at the gaze of an angel with a sword. The angel pierces King's neck with a sword, staring firmly at the tip of a sword. It doesn't look like an angel, tells Adam, with a sword in the direction of leaving paradise, as is commonly explained. In other words, behind this painting is a very scary life and death fierce battle of the gods. That is to say that a fierce battle between Inanna Maria and King Christ. 一般にこの絵は楽園からの追放と題された絵ということになっていますが、本当にこの解釈は正しいのでしょうか。私、林浩司はこの絵はラミアの天使がカイン・キリストを殺害しようとしているところを描いたものだと判断しています。その証拠に剣を持った天使の視線を見てください。その天使はその剣をカインの首に突き刺しながら、しっかりと剣の先を睨んでいます。一般説で言われているように、天使がアダムに楽園を出ていく方向を剣で示しているというようには見えません。つまりこの絵の向こうには大変恐ろしい神々の生死をかけた壮絶な戦いが隠されていました。そしてそれはイナンナ・マリアとカイン・キリストの間の壮絶な戦いです。ヒロシ・ハヤシ、ハメマツ・シティ・ジャパン。もう一度最初から説明します。アダムの追放と題された絵です。一番左にいるのがアダムです。そしてその下にいるのがイブです。そしてこの絵の中ではですね、アダムが2人表現されていると一般には説明されています。右から2人目がアダム、そしてその右にいるのがイブというわけです。つまりこの絵はですね、一枚の絵の中で楽園にいるアダムとイブと、そして楽園から追放されるアダムとイブというように説明されていますが、正しくは右2人はですね、カインとその妻のアワンということになります。そして中央の下半身大蛇のラミアに注意してください。そのラミアの天使がその右上に描かれてですね、そのラミアの天使がカインの首に剣を突き刺しています。一般にはこの剣によってですね、アダムが出ていく方向を示しているというように示して、説明されていますけれども、左の天使の目線を見てください。しっかりとカインの首を見ています。そして剣が突き刺さっているその部位、その箇所をですね、しっかりと睨んでいます。とても遠くの方向を示してですね、アダムよあっちへ行けというようなことを示しているような絵には見えません。ここに説明されているのはその一般説です。楽園からの追放の絵についてですね、一般にはこのように説明されていますが、こういう説明には意味がありません。もう一度このエンジェルの目線、視線を見てください。その目線はしっかりと
剣が突き刺さっているその部位を見ています。遠くの方向を見ているのではなくてですね、剣が突き刺さっているその部位を見ています。その目線を見ればですね、この天使が何をしているか、それが皆さんにも分かっていただけると思います。で、一つここで重大な訂正をしなければならないと思います。今言いましたように、左にいる二人はですね、アダムとイブ、それは分かります。イチジクの葉っぱを手にしています。で、右にいる二人もですね、アダムとイブというふうに一般には説明されていますが、そんなはずはありません。左のアダムと右のアダムと言われている人物は顔が違います。ではこの人物は誰かということですけども、この人物はキリストです。そのこともこの動画の中で説明します。いくつか外堀を埋めておきます。中央に書かれている下半身大蛇のラミアは誰かということですけども、レオナルド・ダ・ヴィンチはこんな絵を描き残しています。岩窟の聖母ルール版です。中央のマリアに注意してください。このマリアの胸とその背景に描かれている岩は全く同じです。明度を上げ、コントラストを上げ下げしてもですね、全く同じです。色温度も同じです。つまりこのような形で中央に描かれているこのマリアはラミアであることをレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、この絵を描いた神が私たちに重要なメッセージを残したということになります。マリアイコールラミアということになります。そのラミアがですね、楽園の追放の絵の中央に描かれている点に注意してください。そしてそのエンゼルがですね、剣をカインの首に突き刺しています。なお、ラミアとマリアはアナグラムの関係にあります。ラミアの文字を並び替えてできた名前がマリア、あるいはその逆かもしれません。ともかくもラミアイコールマリアとなります。で、右にいる一般にはアダムと言われている人物は誰かということですけども、この人物はカイン・キリストです。で、それを説明する前にですね、もう一つ重要な外堀を埋めておかねばなりません。ここにお見せするのがマイケランジェロ・ブラノッチが描いたと言われているカッシナの戦いです。この絵の中には775027という数字が隠し込んでありました。77キリスト、50聖書の、そして27カインという意味になります。つまりキリストは聖書でいうところのカインという意味になります。この絵もまた一応ミケランジェロ・ブラノッチが描いたスケッチ画を元にして描かれたコピー画ということになっています。ともかくもここでミケランジェロを通してですね、神は私たちに重要なメッセージを残したということになります。キリストというのはね、聖書でいうところのカインのことなんだよという意味なんですね。ここでキリスト、カインという名前が出てきます。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。なお、このメッセージは神自身が書いたという意味においてですね、つまり神の定義ということになります。で、話を進めます。アダムの追放の絵です。で、右にいる人物はカインです。アダムではありません。左のアダムとは顔が違います。特に鼻の形が違います。で、もう一度この人物がカインであることを皆さんに確認していただきます。カインイコールキリストです。その証拠がですね、神聖な礼拝堂の今度は壁画の方に残っていました。この人物と壁画の一般には最後の審判
と題された絵ですけども、この中に描かれている神の顔は同じです。ただし左のカイン・キリストは若いです。右のカイン・キリストはやや年を取っていますが、それを除けばですね、全く同じ人物です。細かいところを丁寧に比較してみてください。特にこの2人の人物の鼻に特徴があります。短くふにゃっとこう曲がった鼻ですね。そして鼻の先が尖っています。縮れた髪の毛、尖った顎などなど、皆さん自身の目で確認してください。つまり左がキリストです。そのキリストと同じ顔の人物が右、すなわちこの人物もカイン・キリストということになります。そしてシステナ礼拝堂の壁画のですね、このキリストの下にはやはり隠し文字で77という数字が隠されています。77イコールキリストです。つまりこういう形でですね、ミケランジェロのカシナの戦いの中に書かれたメッセージと、そしてこの絵の中に書かれたメッセージをつなぎ合わせるとですね、キリストはカイン、カインはキリストということになります。そしてアダムの追放の中に書かれている右の人物は、つまりカイン、キリストということになります。つまりアダムの追放ではなくて、エンゼルがカインの首に剣を突き刺している絵ということになります。ここが重要ですから繰り返します。楽園の追放の絵の中の中央に描かれているのがラミアイコールマリアです。そしてその天使がですね、剣を持ってその右のカイン・キリストの首に剣を突き刺しています。その天使はその剣の突き刺さった位置を正確に見つめています。で、この絵はそういう絵だということです。アダムの追放を描いた絵ではなくて、ラミアの天使、マリアの天使がですね、キリストを殺害しようとしている絵ということになります。他にも証拠があります。これらの人物の指を見てください。中指と薬指がくっついています。シグナムマラーノです。つまりマラヌスの手です。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語です。ユダヤ教徒たちはですね、マリア教の迫害を恐れて、表向きはマリア教の信者のふりをしながら隠れてユダヤ教を信仰していました。そのシンボル的なハンドジェスチャーが、つまりマラヌスの手、シグナムマラーノということになります。中指と薬指がくっついている点に注意してください。つまりこのような形でですね、ユダヤ教の流れの原点にいるキリストをですね、マリアイコールラミアが剣を突き刺して殺そうとしているその様子をこの絵は示しているということになります。まさに神々の壮絶な生死をかけた戦いの絵ということになります。続く動画の中でさらに深く神々の生死をかけた壮絶な戦いについて考えてみたいと思います。Thank you.
Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to show you a life and death battle between Maria and Christ, a fierce battle which occurred between these two gods in the Renaissance. There must have been a reason why they fought to each other in this era, but as a matter of fact, they did in the Renaissance, though it is not the point for today's video. Then here in this video, I would like to show you the facts of the battle with evidence. First of all, here is a summary of today's video. The upper one is a painting by Luca Cinolelli, a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance, and the lower one is a wall painting at Cappella Sistina by Michelangelo Buonarroti, who was also a puppet artist of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. In both paintings, Jesus Christ was attacked with a sword by Maria, whom you may respect to call Madonna. The second god from the right in Michelangelo's painting is Cain in the Bible, who is suggested to be Jesus Christ with a hand gesture of Signum Marano. In the painting of the Battle of Cascina by Michelangelo, Jesus Christ hid his secret code, which can be read 775027, which can be read in Jewish Gematria, Christ, Biblical Cain. The second man from the right is Cain in the Bible, Cain as Jesus Christ. By the way, Luca Cinerelli and Leonardo da Vinci were the same one single puppet artist. Luca Cinerelli with a long nose and beard is Leonardo. The artist named Leonardo da Vinci did not even exist in the Renaissance. Leonardo da Vinci was a concocted artist, concocted by Jesus Christ after 1500 years. Then Jesus Christ after 1500 years painted Virgin in the Rocks, in which he showed us Madonna in the painting is Lamia, one of the worst witch, who is half human and half serpent. According to Vulgate Bible, translated by Saint Jerome, the half serpent woman on the tree in the painting at Cappella Sistina is Lamia instead of Lilith, as has been explained by Roman Catholics. And, of course, these four artists, including Andrea del Verrocchio, were puppet artists for Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance, and then you can see real Jesus Christ in the painting by Andrea del Verrocchio, Jesus Christ, who is explained as Saint Jerome. Here is real Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance. ルネサンスという時代は、それまでの暗黒時代をそのまま引きずっていました。例えば、魔女狩りはもともとカトリック教会が中世において異端を取り締まるための魔女裁判として行われていたものであったが、16世紀に宗教改革が始まると、新旧両派がそれぞれ
敵対する宗派を魔女として告発するようになり、それは1600年頃を最盛期に、17世紀まで持ち込まれました。また、注意しなければならないのは、魔女裁判や魔女狩りはカトリック教会によって行われたばかりではなく、新教徒側も盛んに行ったことである。激しい宗教戦争の中で、非寛容の精神を互いに高揚させ、多宗派の人間を魔女であると断定して、共同体から排除することが行われた。が、基本的には、魔女狩り、魔女裁判は、カトリック教会によって行われたということです。あるいは、カトリック教会が主導して、まあ、したということになります。で、まあ、こうした凄惨なといいますか、光景が、まあ、随所で見られたということになります。実際、統計上も、ダ・ヴィンチが活躍した1500年代、初頭が最も多かったということが分かっています。また、どの教会にも魔女を責める、責め具、あるいはそうした部屋が用意されていました。まあ、最もカトリック教会側が触れたくない部分ということになります。まあ、こうした絵画が現在に残されているというわけです。で、こうした攻め具がですね、現在の今も残っている教会があるということです。そんな中、ルカ・シノレッリが一枚の絵画を残します。カペラ・ディ・サン・ブリッチオにその絵画があります。で、ルカ・シノレッリは大変凄惨な様子をこの絵の中に隠し込みました。まさに凄惨な殺戮場面ということになります。その左足に立っているのがルカ・シノレッリです。手前の人物がルカ・シノレッリの自画像と言われています。レオナルド・ダ・ヴィンチより7歳年上ということになっていました。このルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチは鼻と髭を除いて全く同じです。つまり一人二役のパペットアーティストだったということになります。まあ、この絵を見ていただくとわかりますように人が人の首を切っています。そして、まあ、殺し合っている様子がですね、凄惨な大量殺戮の様子がここに描き込まれています。背中には、まあ、ヒレのある人間がここに描かれているということになります。つまり、ラム族ということになります。右は、ミケランジェロが描いた、バトル・オブ・カシナの絵です。カシナの戦いの絵です。やはり同じように背中に、まあ、ヒレが描かれている点に注意してください。まあ、このような形で、1500年後のイエスはですね、ここで殺しているのは、ラム族であることを示しています。まさに凄惨な殺戮現場の絵ということになりますが、なぜルカ・シノレッリはこのような絵を描いたのでしょうか。話を先に進める前に、ルカ・シノレッリとレオナルド・ダ・ヴィンチの関係について説明しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家が存在したという証拠はどこにもありません。それについては別のところで詳しく説明しましたので、ここでは簡単に説明しておきます。左がルカ・シノレッリ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。この両者は全く同じです。ただ、ルカ・シノレッリの方が7歳年上ですから、7歳年上らしくは表現してあります。例えば、はまぶたのたるみ、目尻のシワなどにそれが表現されています。が、鼻の大きさと髭を除いて、この両者は全く同じです。注意深く比較してください。つまり、ルカ・シノレッリの顔に大きな鼻と付け髭をつけたのが右の
レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになります。まあ、こうして貼り合わせてみてもですね、全く同じだということです。左がルカ・シノレリ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。こうして比較してみてください。上がルカ・シノレリ、下がレオナルド・ダ・ヴィンチです。下の右半分を明るくしてみました。先ほども言いましたように、7歳の年上、そしてやや、レオナルド・ダ・ヴィンチの方にはぼかしが入っていますが、その点を除けば、この両者は全く同じです。言い換えますと、レオナルド・ダ・ヴィンチと、ルカ・シノレリは、一人二役のいわゆる操り人形芸術家であったことを示します。また、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからのあの自画像は、2D プリンティングテクノロジーを使って作られた偽の自画像ということになります。その説明も別のところでしましたから、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。左がルカ・シノレリ、右がレオナルド・ダ・ヴィンチです。もう一度確認してください。つまり、これら二人の芸術家は、1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったということになります。ですから、そのアジェンダ、アイデンティティがですね、一致していても、何らおかしくはありません。ルカ・シノレリの方が7歳年上ということになっていました。ですから、それが、まあ、表現されているということですね。そして、まあ、大きな花をですね、ルカ・シノレリにくっつけてみました。そして、髭を、ルカ・シノレリにくっつけてみました。この二人は全く同じになります。ややぼかしを入れてみました。皆さん自身で確認してください。繰り返します。ルカ・シノレリに大きな花と髭をつけたのが、レオナルド・ダ・ヴィンチだということです。そのルカ・シノレリ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチ、あるいは1500年後のイエスの描いたこの絵画に話を戻します。この空には奇妙な天使が出ますか。天使が二人描かれ、そして壮絶な戦いを繰り返しているのがわかります。右がマリアと判断しました。左が、イエス・キリストと判断しました。で、この左のブルーの人物を反転してみます。そしてやや明るくしてみます。この人物の手の甲に注意してください。何かしら聖痕、聖痕のようなものが描かれているのがわかります。はっきりはしませんが、まあ隠し絵手法という形で聖痕が描かれているように思います。手の甲のこの部分だけ色が濃く描かれています。で、この左の人物はイエス・キリストであり、右の人物はマリアということになります。その証拠は、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵の中に残っていました。それについてはこの後説明しますが、まあ、聖痕のようにも見えると、まあ、ここではそのように判断してください。つまり、このシニョレディの絵の中で描かれている二人の天使は、右がマリア。そして左がイエス・キリストということになります。なぜこんな絵をですね、ルカ・シノレリが描いたかということになります。今日の第一のポイントです。注意深くご覧ください。で、ミケランジェロの描いた絵と比較してみます。下がシスティーナ礼拝堂にミケランジェロが描いたとされる、まあ、創世記の絵です。左からアダム、イブ、そして中央にまあ、いるのがマリアということになります。マリアはラミアでした。そして、まあ、カインですよね。カインイコールジーザスです。そのイエスにマリアの天使が剣を突き刺しています。この二つの絵、上と下を見比べてみてください。共に剣が描かれています。中央の下半身大蛇の人物はマリアイコールラミアです。セント・ジェロームが翻訳したラテン語の聖書の中では、ラミアとなっています。もう少し詳しく説明しておきます。ミケランジェロ・ボアノルティです。ミケランジェロ・ボアノルティも1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家でした。システィーナ礼拝堂の天井画です。ここにその絵が描かれています。この絵です。拡大してみます。
で、この絵の中には左からイチジクの葉っぱが描かれています。イチジクの木ですね。そしてイチジクの実も描かれています。この左の二人の人物が誰であるかもう説明する必要はないと思います。アダムとイブということになります。そしてその中央にいるのがカトリック教会側の説明によればリリトということになっています。が、これはリリトではありません。マリアです。その証拠もこれから皆さんにお見せいたします。これはラミアです。下半身大女の大蛇の魔女中の魔女、ラミアです。まあ、二人の魔女がいたわけですね。ラミアとストリックスです。その中の一人、ラミアです。そして先ほど言いましたように、セントジェロームが翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリトはラミアと翻訳されています。リリトイコールラミアです。そしてここに描かれているのがカインということになります。アダムとイブの、まあ、息子ということになります。そしてその右に描かれているのがその妻のアワンということになります。そのカインが、いわゆる、ラミアの天使が持っている剣に突き刺さ、剣で突き刺されています。そこに注意してください。これがマリアです。で、レオナルド・ダ・ヴィンチは岩窟の聖母の中で聖母イコールラミアであることを描き込みました。そしてミケランジェロはカインがジーザス・クライスト、つまりイエス・キリストであることを示しました。もう一度系図を見ていただきます。アダムとアダムの最初の妻がリリトということになっていますが、しかしこれはリリトではなくてラミアです。セントジェロームが翻訳したラテン語の、聖書の中ではそうなっています。つまりラミアです。そしてアダム、そしてイブですね。そしてその間に生まれたのがカインとアベルということになります。カインはアベルを殺害します。そのカインの妻がアワンということになります。こういう関係にあります。で、繰り返します。セントジェロームは、リリトをラミアと翻訳しました。そしてレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエス、この中央のマドンナはラミアです。下半身大蛇の、まあ、魔女です。注意深くご覧ください。明るくしてみるとですね、体と、まあ、その背景の岩が一致しているのがわかります。まあ、このような形で、まあ、隠し絵ですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスはここに描かれているマドンナはラミアであることを示しました。下半身が大蛇です。で、大蛇の様子といいますかね、それを暗示する、まあ、衣を、まあ、膝の上に描きました。もう一度中央の絵を見て比較してみてください。全体として一体化しているのがわかります。すなわち繰り返します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエス・キリストはここに描かれているマドンナはラミアであることを示したのです。つまり下半身大蛇の魔女ということになります。もう一度比較してみてください。衣服とそして岩の風合いが全く同じである点に注意してください。左が、まあ、岩ですね。右がマドンナの衣服です。一致しています。つまりラミアだということをこのような形で示しました。そしてラミアがですね、いわゆる、ミケランジェロが描いたシスティーナ礼拝堂の天井画のラミアと一致していきます。そして、まあ、ミケランジェロの描いた絵の中では下半身が大蛇に描かれています。すなわちミケランジェロの描いたリリトと言われている、まあ、神は実はラミアイコールマドンナということになります。こうしてミケランジェロが描いたとされる、まあ、システィーナ礼拝堂の絵と、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の中に描かれているマドンナが一致していきます。もう一度ここを確認しておいてください。マドンナがですね、実はラミアであったということになります。人間の子供を食する餌として食べる
ラミアであったということになります。まあ、ラミアについてはあちこちで論じられていますから、興味のある方はまた調べてみてください。ラミア、ラミアということになります。文字を並び替えますと、マリアになります。by 林博士ということになります。もう一度この岩窟の聖母を見てください。ここに描かれているのは、ラミア、下半身大蛇のラミアということになります。まあ、このような形でですね、現在の今もラミアはあちこちで描かれています。繰り返します。ラミアの餌は人間の子供でした。ですから岩窟の聖母のこの向かって左側に描かれている子供は、イエス・キリストではなくて、餌の子供ということになります。むしろ右側に座っている子供がですね、まあ、神ということになります。関心が大蛇です。ラミアです。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、このマリアがですね、ラミアイコール魔女であったことを示しました。そしてその右にはもう一人天使が描かれていますけれども、1プラス1イコール1の原則で、つまり二人合わせてラミアであることを示したということになります。繰り返します。左の子供はイエスではありません。マリアの指先が皮膚の下に潜り込んでいます。つまり、餌の子供ということになります。右が子供を食べるラミアの姿です。ラミアは子供を食べていました。餌として子供を食べていました。それを1500年後のイエスは、岩窟の聖母の中に描き込みました。で、ミケランジェロが描いたカシナの戦いの絵に話を戻します。この絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。林博士の発見です。77はジュイシュ・ゲマトリアによればクライスト、キリストです。50は聖書の、ジュイシュ・ゲマトリアによれば聖書のという意味です。そして27はやはりジュイシュ・ゲマトリア、つまり暗号によればですね、いわゆるまあカバラの日、まあ、数字といいますか、暗号によればカインという意味になります。つまりこの3つの言葉を合わせますと、キリスト、聖書のカイン、キリスト、聖書のカインとなります。by 広志林発見です。775027です。500年間誰もこの事実に気がつきませんでした。77はキリスト、50は聖書、そして27はカインという意味です。このような形で1500年後のイエスは今度はミケランジェロなる画家を通して暗号を残しました。ゲマトリア、簡単に言えば暗号ということになります。まあ、このように音だけではなくてね、数字で文字を表したということですね。いわゆるまあ暗号ということになります。わかりやすく言えば暗号です。繰り返します。77はキリストです。50は聖書のという意味です。そして27はカインです。これで話がつながりましたね。システィーナ礼拝堂の天井に書いてあるあの右の人物、カインと言いましたね。妻がアワンです。そのカインというのは誰のことか、すなわちキリストということになります。つまり、あの、天井画に書かれている右から二人目の人物はキリストということになるわけです。カインイコールキリスト、キリストイコールカインということになります。こうして1500年後のイエスはですね、ミケランジェロ、それから、ルカ・シノレッリ、そしてダ・ヴィンチなる、こうした操り、人形、芸術家たちを通して、一貫として自分の姿勢を私たち人間に示したということになります。キリストは聖書で言うカインのことなんだよという意味になります。もう一度確認しておいてください。775027です。いわゆる一文字の形で、ここに描いてあります。上にはボスニア語、アドリア海を挟んでその反対側にある、イタリアの反対側にあるボスニア語でイボット、すなわち生きているという文字も隠し込まれています。それについては別のところで林博士が説明しましたから、それをまた参考にしてみてください。つまり、キリスト、聖書でいうカインである。そしてそのキリストは生きているという意味になります。イボット、
注意深くご覧ください。IVOT という、アルファベットが隠されています。そして下には数字で775027と隠し込まれています。繰り返します。キリストというのは聖書でいう会員なんだよ。会員イコールキリスト、キリストイコール会員なんだよ。ということになります。そして、システィーナ礼拝堂の天井画の中に、ミケランジェロは、会員を描き、そして、その会員がキリストであるという、ことを表現しました。その証拠が、その絵の中に残っていました。それについても、この後すぐに説明します。ともかくも、ここで重要なことは、ジューイッシュ、ユダヤのゲルマトリアによれば、775027は、キリストは聖書の会員であるという意味になります。by 林博士、ディスカバリー発見です。で、話を先につなげます。会員です。会員というのは、アベルとカインの会員です。で、会員がですね、アベルに嫉妬して、アベルを殺してしまうという、聖書の話が残っています。カインは、農作物。アベルは、肉、羊の肉ですよね。それを、神に差し出したわけです。神は、その時に、アベルに差し出した肉の方を選んでしまうんですよね。それで、カインの方が嫉妬して、アベルを殺したという、そうした聖書の、説話といいますか、逸話に残っている話から、この絵が描かれたということになります。で、カインは息子エノクを設け、喉の血で作った町にもエノクの名を付けた。ということになっています。ここは今日のポイントではありません。アベルとカインのカインだということです。アダムとイブの息子ということになります。で、ここでの結論は、確認しておいていただきたいのは、カインというのはキリストのことなんだよということですね。そのことを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通してですね、やはり同じ絵の中にその証拠を残しました。この絵の中にその証拠を残しました。もう一度確認してください。左からアダム、イブ、そして中央にいるのは下半身大蛇の、リリトではありませんね、ラミアです。セント・ジェロームが翻訳しています。その、ラミアの天使が剣でカインの首に剣を突き刺しています。剣を突き刺しています。そのコンセプトが、先ほど言いましたように、ルカ・シヌレリの描いた絵のコンセプトと一致します。そして、この手を見てください。中指と薬指がくっついてますね。神のシンボル的なハンドジェスチャー、すなわち、マランスの手です。シグナム・マラーノです。マラヌスの手です。シグナム・マラーノの手です。神のシンボルマーク、すなわちイエス・キリストのシンボルマーク的なハンドジェスチャーということになります。同じく、ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井、壁画に描かれているこの神の手を見てください。中指と薬指がくっついています。バイ・林博士です。シグナム・マラーノになってますね。確認していただけましたか？そして、この二人の神。の手を見てください。二人とも中指と薬指をくっつけています。このような形で1500年後のイエスは、ここに描かれているのは神であることを示しました。すなわち、ジーザス・クライストです。そのジーザス・クライストのハンドジェスチャーをですね、先ほどの絵の中に、1500年後のイエスがミケランジェロを通して書き込みました。これらの絵は、ミケランジェロが描いたのではなくて、ジーザス・クライストが描いたということになります。シグナム・マラーノ、すなわち、イエス・キリストのハンド・ジェスチャーということになります。すなわち、右から二人目の人物は、イエス・キリストということになるんです。そして中央に描かれているのが、マリアです。そのイエス・キリストの首に、マリアの天使が剣を突き刺しています。そのコンセプトは、冒頭でお見せしました、シノレリの絵の中のコンセプトと一致します。なあち、シノレリの絵の中に描かれているあの天使は天使ではなくて、右にいるのがマリア、そして刀で追い払われているのがイエス・キリストということになります。こうして、ルカ・シノレリの絵の中に描かれている天使の説明ができました。繰り返します。中央に描かれているのはリリトなんかではありません。カトリックの創作です。
そのことをセント・ジェロームが知っていました。そしてこのリルトではなくて、これはラミアであることを示したわけです。ラミアはですね、先ほど言いましたように、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた岩窟の成分の中に描かれているマドンナということになります。下半身が大事です。こうして一致していくということですね。右の下が、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の中のマドンナです。下半身が大事です。そして、ルカ・シノリリと、ダ・ヴィンチは一人二役の、芸術家、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は、もともと存在などしていなかったのです。存在すらしていませんでした。というのが、この証拠ということになります。そしてその上に君臨するのが、1500年後のイエス、すなわち、セント・ジェロームということになります。一般にはセント・ジェロームというふうに言われていますが、この人物が、ルネサンスに現れた1500年後のイエス・キリストということになります。このセント・ジェロームがこそがですね、1500年後に現れたルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの自画像ということになります。これが皆さん、ルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス・キリストの自画像なんですよ、皆さん。わかりますか？これが1500年後のイエス・キリストの自画像ということになるのです。マリアとキリスト、その二人の関係はどういう関係であったのか、それを知るためには、時代はずっと遡ってバビロニアの時代にまで戻ります。バビロニアで発見されているバウンダリーストーンです。その頂点に立つのがイナンナ・イシュタールです。女神中の女神です。その右下にいるのがシャマーシュ。シュメールではウツ。と呼ばれていました。ギリシャ神話のヘリオスです。右下が、シャマーシュということになります。このシャマーシュの像の中で、初めて光輪、そして光の筋が描かれています。ハローが歴史上初めてここで現れます。そして左のイナンナ・イシュタールのシンボルは月ということになります。あるいは豊穣の女神とかいろんな風に言われています。そして、さらに時代が下りますと、頂点に神の神が立ち、お父さんですね、左にイナンナ・イシュタール、右にシャーマーシュが立ちます。イナンナ・イシュタールは八方向に伸びる金星を表しているのがシンボルマーク。シャーマーシュは言うまでもなく太陽の紋章です。そして、現在の鳳凰の紋章を見ていただくとわかりますように、IHS となっていますね。そして、その左下には八方向に伸びる星が描かれています。ここに描かれているのは、イナンナ・イシュタールのシンボルマークということになります。右は、まだ私は解明できてませんけども、夏目ヤシの実のようでもありますし、まずぼっくりのようでもあります。そして IHS、I、すなわちイシュタール、S はシャマーシュの頭文字とも解釈できます。すなわち、現在の法王が使っている紋章は、イエズス会の紋章ということになるわけですけどもね。ともかくも、イエスの仲間の会という意味ですけども、歴代始まって以来、イエズス会の出身の、法王が生まれたということになります。そのイシュタールとシャマーシュが組んで、キリスト教を立ち上げます。これがキリスト教の始まりであったわけですけども、イシュタールとシャマーシュは、その後、何かの理由によって長違いをします。ローマンカトリックは当時はイシュタール教の色彩が濃かったということになります。そしてローマ時代にはイシュタールをイースターと変名して、現在イースターという、復活祭というふうに言われてますけども、イースター祭をですね、カトリックでは最大の祭りとして祝っています。もともとカトリック教というのはイシュタール教だったということになります。それが現在に残るイースター教にイースター祭になって残ったということですね。そして、もともとその月の女神、ウサギですよね。ウサギと卵というのがイシュタールのシンボル的なアイテムということになります。卵、それからウサギはですね、多産豊穣を表すというわけです。そして、実際、左のような、豊穣の女神が表現されています。イナンナ・イシュタールということになります。卵のようなものを体中にぶら下げているということになります。それから、イースター、エッグが生まれ、そして、イースター、部屋ですね、ウサギが生まれたということになります。そして、この時代に最も多く、魔女狩りがなされたということです。
一般には、まあ、ルネサンスと言いますですね。まあ、人間が作り上げた歴史の中で、まあ、明るくてですね、地中海の陽光をさんさんと輝き、オリーブの花の、花の香りがする素晴らしい時代というふうに解釈されていますけども、その実態はですね、宗教と政治が結託して、まさに暗黒時代であったということになります。宗教と政治がですね、結託した場合には、どれほど恐ろしい、まあ、世界になるかということは、まあ、今更説明するまでもないと思います。まあ、そうした時代がですね、ルネサンスの時代であったということです。それが冒頭でお見せしましたように、まさに魔女狩りに代表される、まあ、時代であったということです。その様子をですね、ルカ・シノレリがこのような形で表現しました。そして、下では殺戮の様子が描かれ、その空ではですね、マリアがイエス・キリストを今まさに刀によって叩き落とそうとしているということになります。右にいるのがマリア、そして左にいるのがイエス・キリストということになります。はっきりしませんけども、手には聖痕があるように見えます。向かって右側のイエス・キリストの左手に、の甲に注意してください。はっきりしませんけども、まあ、聖痕のようなものが描かれているということになります。これで、ルカ・シノレリの、まあ、言い換えますと、1500年後のイエスの、まあ、立場がですね、鮮明に表現されたということになります。まあ、そのイエス・キリストが空から叩き落とされようとしています。そのことを繰り返しになりますけども、ミケランジェロがシスティナ礼拝堂のあの絵の中に描いたということになります。繰り返します。ここに描かれているのはどうやら聖痕のようであるということになります。まあこれは現地へ行ってしっかり見る必要がありますが、まあこれが最も解像度の高い絵ということになります。で、右にいるのがマリアということになります。そして落とされていくのがイエス・キリストということになります。ルネサンスという時代はまさにそうした時代、すなわちマリアとイエス・キリストがですね、こうした壮絶な戦いを繰り返した時代ということになります。では結論ということになります。ルカ・シノレリなる画家が描いたとされるこの絵です。1500年後のイエスが描き残しました。右にいるのがマリア、左にいるのがイエス・キリストです。そしてカペラ・システィーナの絵ですけど、真ん中にいるのがマリアです。このマリアである証明は、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、すなわち画屈の聖母を通して、1500年後のイエスが表現しました。そしてその天使がイエス、すなわちカインの首に刀を突き刺しています。そのコンセプトは上の、ルカ・シノレリの描いた絵のコンセプトと一致します。まあ、つまり、このような形でですね、まあ、1500年後のイエスはこれらの操り芸術家を通して、そして自分の姿勢を示したということになります。右下が岩窟の聖母です。まあ、その中央に描かれているマドンナは、これは実はラミアであったことになります。そして、ルカ・シノレリとレオナルド・ダ・ヴィンチは一人二役の芸術家でした。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在していたという証拠がどこにもないのです。それについては詳しくは別のところで証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。そしてその上に君臨するのが1500年後のイエス。そしてこれが、まあ一応、ベロッキオの書いた、まあセント・ジェロームということになっていますが、この神こそが1500年後のイエス・キリストの自画像ということになります。つまり、1500年後のイエス・キリストはですね、このような自画像を残したということになります。一般にはセント・ジェロームということになっていますが、写真のように精緻に、まあ、頬のですね、毛穴まで正確に描かれています。なわちこれは写真ということになります。言い換えますと、写真から起こされた自画像ということになります。皆さん繰り返します。これが1500年後のイエス・キリストの写真から起こされた自画像ということになります。Bye for now.